その説明がないっていうのはね、説明をしてもらえるって思ってることが意外と欠点やったりするんですよね。そうなんですよ。いつでも誰でもが説明をしてくれるっていう。子供がね、勉強いっぱいしてるっていうのが、親に勉強いっぱいしてるから褒めてほしいって思ってるんですね。何のために勉強してるから本質から外れてる。でも未熟なものに対しては、未熟やからそれで褒めてあげるとか、あのなんか褒美を与えるっていうことの賞金を与えることによって、その人が、でもそれは未熟で勉強中やからですわ、でも成人してあの演奏家としてあのいいものを提供しようと思ったら、それはもう保護観察の生徒があの前向きに勉強してることで評価してもらおうとする考えは通じないですね。あのよく会社に行って、あのそれ教えてください、僕わからないんですわとか、先輩とか上司に質問とかするけど、もうそれが前向きなアピールやと思ってるんですね。ちゃいますよ、それは料金が発生するんですよ。で、あのここは営業成績を上げて給料を取るところなので、あの学校じゃないですって言われますわ、多分。何かを勘違いしてるんですね。何のために勉強するかっていうことの行為とかの根本が多分おかしくなってるんですよね。それは